赤楚衛二、こっち向いて読むかいくん、杉野洋介、バラカモン、両作品の惨敗は必然だった。最強のビバントを生み出した令和のドラマスタイル。今季ドラマの水曜夜十字枠対決となった赤楚栄治と杉野洋介、27主演のバラカモン、フジテレビ系。旬なイケメン二人の主演作だが、 視聴率は共に厳しい数字で終わりそうだ。赤そのこっち向いて読むかいくんは、性格が良くて人工、ね、恋語がいい、ね、久しぶりに恋に挑む恋愛迷子のラブストーリー。9月6日放送の第9話では、向井が元カノミワ子イ田タエリカ26、と恋の相談相手こうまれ、春32、と鉢合わせ、妹夫婦、視聴者の X。 ツイッター上での反響は、ようやく普通に疑問を持つようになった向井くん。それを教えてくれたのは、こうまれさんだよ。友情から始まる恋愛もありだから、そのまま素直にん好評だった。一方、杉野のバラカモンは、長崎五島列島を舞台に、主人公の青年書道家ハンダ聖が、 島民との交流を通じて成長していくハートフルトーコメディー。同日放送の第 10, では第10話の仕事を手伝うため、こといしなる、宮崎リリサなな、と一緒に東京へ行くことに。書に触れ、なると話すうち清船は書道家を辞めることを決心する。終始穏やかな優しい気持ちで見られる。<X> なんと言っても、なるが可愛い。 画面にいるだけで癒し、恋愛模様なんかなくても、なるを肩車して喜ばせようとする杉野陽介にキュンキュンするなんなど、登場人物たちに6日の世帯平均視聴率は、こっち向いて読むかいくんが4.8%、バラカモンは4.3%以下、すべてビデオリサーチ調べ、関東地区、特選している。 さらにどちらも旬のイケメン俳優を起用しているのに、なぜなのか